の展開って MC と思ってるのに。あ、思ってそう。秋が好きだよ。ロリーはレシアが作った。さて始まりました、ホロのご機嫌うるわしゅ。この番組は毎月一人ずつ出演者が入れ替わっていくホロライブ公式トークバラエティです。さてさて、早速出演者のご紹介と参りましょう。本日司会を務めさせていただきます、ホロライブ5期生ししろぼたんでございます。よろしくお願いいたします。そして2人目、はーい、ホロライブ1期生の癒し系ハーフエルフ、アキロゼこと、アキローゼンタールでーす。よろしくお願いしまーす。パチ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 。そして、最後、3人目の出演者は、どうも、ホロライブ3期生の、ウルハルシアです。はじめましてだな、ここ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ということで、以上、こちらの3名で本日お送りさせていただきます。この3人多分あのね、組み合わせ的には多分初なんじゃないかなと。そうだね、一緒にやるんだからちょっとドキドキそわそわしながら一体どうなってしまうんだねえ、はい、なんかこの中でシナジーを見つけていきたいね。見つけたい、確かに見つけたいよ。なんかね、でもなんかあれじゃない、3人ともさ、うん、2つ結びしてる。あ、確かに、本当だ。あ、確かに。二つ結び図とかにする？じゃあ。あ、そうする？あ、やめましょう。やめましょう。いや、ツインテールズとかにする？なんかある、なんかある。ツインテールズ。ツインテールズとかにする？いっぱいいるんだよな、ツインテールも。確かに。いっぱいいるわ、ダメだ。なんかないかな、いいの。そんなこんなでね、お互いの関係性が分かってきたところで、早速、じゃあコーナーに移りましょうか。はーい。はい、よろしくお願いします。では、最初のコーナーは、なんでもガトリング質問。ガトリング質問？こちらのコーナーはですね、ルシア先輩に対して経験者2人からガンガン質問攻めにしちゃおうというコーナーです。うわ、だから全部で20問になるかな。うん、めっちゃあるじゃん。めっちゃあるから。めっちゃあるよ。質問攻めだね、本当に。そのままじゃん。そう、本当そのままガトリング質問です。じゃあ行きますよ。あ、お、よしよし、しなだな。はい。はい、では参ります。20問の質問攻め、スタート。ドキドキする。はい、1番目、犬派、猫派。準備できてる？犬派、OK。3番、怖い話好き？嫌い？大好き。5番、好きな季節は？秋。6番、部屋にあるお気に入りのものは？ルシア。好きな食べ物は？カレー。一番好きな時間はどんな時？天井見つめてる時。アキロゼをもしデートに誘ってくれるならどこに連れて行く？ドライブ行こうぜ。あー、やるな。終了。おいいよ。意外とルシア先輩って怖い話好き嫌いで、好き、うん、超好きって言ってたと思うんですけど、好きなんですね、うん、怖い話。めちゃくちゃ好きだよ。二人は好きじゃないの？あ、好きな方、結構好き。いける？うん、いける派、いける派。アキ先輩は？いや、ちょっとあの、ね、ダメ？眠れない。この反応は嘘怖くなっちゃうんだ。お風呂入れない、トイレ行けない、眠れない。なっちまうよ。そんなに、うん、怖くてね、思い出したの、お風呂入ってる時とか、後ろもうシャンプーとかしてたらもうダメ、襲われてる、もう死んでる。もう手があるかもね、こう頭あってさ、もう一つ手がさ、ブッ。だからそういうので鏡も見れなくなっちゃうし、もう全然誰か見てるかもだもんね。まあ、なんで怖がらせようとするの。ルシア先輩、さっきからちょっと怖がらせようとしてない、それ。じゃあ、あと私気になったの、好きな季節、うん、秋。いや、秋が好きよ。え、なんかちょっと待って、ドキドキ する秋先輩。もう一回、もう一回見つけられていい？秋が好きだよ。あーもうちょっと、もう終わりだな。もう帰りまーす。でも私も秋冬かな、あの寒い方が好き。なんかちょっとモテてる気分になってる。続いてのコーナーはこちら、オッケーシシロン狙い撃ち検索。こちらはですね、私シシロボタンのコーナーです。
皆さん検索エンジンで検索をかけた時に出るヒット件数ってあると思うんですよ、うん、うんうん、それをアンド検索って絞ってさらに検索して目標のヒット件数に誰が一番近づけるかというのをこの3人でやってみようというコーナーになります。いや面白そう。例えばシシロボタンで検索すると約280万件ヒットします。え、で、すごいな。そうなんですよ。ここからさらにシシロボタンスペースかわいいでアンド検索すると、うん、約60万件まで絞り込むことができます。うんうんうん、こんな感じでアンド検索をかけて目標により近いヒット件数を出した人が勝ちというルールになります。ただし、はい、目標の件数以下になった人は失格ということで徐々に影が薄くなっていってしまう。またあのスイちゃんのように消えてしまうのか。消えるのスイちゃん。完全に消え、スイ先生は完全に消えました。次のお題はゾンビです。ゾンビ、ゾンビ、こちらゾンビだけだと約3250万件なのですが、うん、こちら、アンド検索で目標280万件を目指してください。280、うん、はい。ただこれ3250万から280なんで、うん、結構あれかな。じゃあとりあえずシンキングタイムスタート。ルシア先輩はネクロマンサーですけど、うん、ゾンビとかは友達なんですか？あ、ゾンビはそうですね、彼氏ですね。あ、彼氏が、もう結婚してるかもしれない。彼氏兼お嫁さん。女の子ゾンビもいるもんね。そう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 、まあ、オリちゃんとかゾンビですしね。そうなんだよ、オリーが。え、っていうことは恋人？そうだよ。オリーはレシアが作った。初情報じゃん。やばい、やばい、適当なこと言っちゃったんだけど。ルシアの好きな昆布にしよう。さっきのおにぎりのさ、うん、あ、ゾンビと昆布。ゾンビに昆布食べさせる。はい、できた、これにしよう。はい、じゃあルシア先輩は、はい、OK ですか？ OK。 はい、では、シンキングタイム終了。じゃあ一斉に発表していく感じでいいですかね。はい、はい、じゃあ一斉に発表していきましょう。回答こちら。ルシア先輩、ゾンビプラス昆布。昆布にしちゃった、ほんとに。アキ先輩がゾンビプラスホロメンの反応。うん。で、私がゾンビプラスチェーンソーですね。うん、いっぱいありそうじゃない？チェーンソー。はい。あ、じゃあちょっと、アキ先輩から理由聞いていきましょうか。はい、と理由。これはね、まあ、さっきのボタンちゃんの、まあ、丸々の反応みたいなやつは、うんうんうん、まあ、ちょっと検索的に引っかかるの面白いかなと思って。あ、確かに。そう。で、まあ、ホロメンの、まあ、反応とかも割とあるんじゃないかなと思って。ああ、確かに。うん、いいとこついたのではと思って。ありそう。じゃあ、ルシア先輩の、回答理由ですが、ゾンビプラス昆布ということで。やっぱりほら、好きな食べ物を食べさせたいかなと思って。なるほど。うん、あ、昆布が好きなんだ。そう、昆布好き。でもさ、ルシア先輩さ、おにぎりの昆布好きだったらさ、おにぎりを食べさせてあげればよかったのでは。うん、あ、いいんだよ。なんかね、ね、白米はルシアが食べるから。昆布だけ。そうそうそう、昆布だけ。ここおいしいよっつって、おいしいとこだけあげるの。おいしいとこだけあげるの。なるほど。周り食べとくから、はい。で、私がゾンビプラスチェーンソーということで、これはなんかね、ゾンビ映画だったりとかゾンビのゲームだったりとかでもおなじみチェーンソーって絶対出てくるんで、うんうんうん、なんかもうゾンビといえばチェーンソーかなっていうので、ちょっと今回私はチェーンソー書きました。じゃあ回答出揃ったので検索結果見ていきましょう。うん、じゃあまず私の、回答、ゾンビとチェーンソーヒット件数はこちら。お、おーい、125万件。あらら、あ、でも下がった、280万件なんだよな、目標。え、ちょっと少なくなっちゃった。じゃあルシア先輩見ていきましょう、うん、ゾンビプラス昆布ヒット件数こちら。みんなググれよ。少なすぎだろ。47万2000件。少な。あのさ、だってなんかさっきマイクラでさ、昆布で出てくるかもねみたいな書いてあったから、確かにって思って見てたら少
少な、何これ。もっと昆布を愛してほしい ね、うん、愛してくれよ、うん、昆布美味しいから。じゃあ最後、秋先輩見ていきましょう。ゾンビプラスホロメンの反応、検索ヒット件数こちら、うん、10万4000件少なチャンネル登録者数どこ行ったのみんな。あれ本当だよ、本当だ、少なすぎる。もっと見ろよ。今完全に3番目の順番だからさ、あ、いいとこ行っちゃったのかなとか思ってたらさ、うん、全然違うかった。コンボ以下です。ね、コンボに入って。ちなみに280万件だとどの単語になるんでしょう。生き残り方で280万件らしいです。みんな何ゾンビになる、うん、あのそなんかそういうを想定してるの。生き残った時みたいな、どうやって生き残れるかみたいな。みたいな、ちょっとやってるかもしれない。え、ボタンちゃんは勝利ってことだよね。一応勝利は私なんですけど、みんな薄くなります。薄くなっちゃった。薄くなっちゃったか。あ、アキ先輩あれじゃん、一番少なかったから一番薄い可能性だね。薄くなってくるからだな。確かに。続いてのコーナーはこちら、のんべい神経衰弱。おー、こちらはアキ先輩のコーナーになるので、アキ先輩紹介お願いします。はい、こちらのコーナーなんですけども、アキロゼの大好きなお酒とおつまみをモチーフにした神経衰弱ゲームを作ってきました。まずはこちらご覧ください。はい、こちらお酒とおつまみのカードがこう今みたいな状態でランダムに並べているので、お酒とおつまみそれぞれ1枚ずつ番号を指定してオープン、その組み合わせで、まあ、アキロゼ的にそれはいけるのかいけないのか、もう完全にアキロゼの気分次第でジャッジしていきたいと思います。はい、はい、でこちら最終した時点で終了になりますので、終了時点で獲得カードが多かった人が勝利となります。はい、じゃ あ、まあやってみましょうか。はい、それではゲームスタート。じゃあ、先行ルシアちゃんからということで、お酒とおつまみ1枚ずつ選んでください。わかった。じゃあね、お酒が4番、おつまみが8番。おつまみが8番。はい、じゃあお酒4、おつまみ8番お願いします。ビール。おー、ビールか。はい、麦ジュース。これのおつまみは塩。ねえ、なんてもの言ってるの。塩って。なるほどね、これは非常にジャッジが難しいところでは。調味料じゃん。でも秋葉夏だよ夏。塩取りながらさ、あ、ビール飲んだらさ、塩分。でも大丈夫、脱水症状とかなんない。塩でさ、ほら塩分補給してさ、うん、ビールでさ、うん、水分補給してさ、うん、いや、まあ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 賛否両論、今そしてプレゼンもね入ってきましたけども、はい、まあ、この組み合わせはアキロゼ的にいけます。いけるの、いけんの、すごい。あの酒飲みあるあるだと思うんだけど、うん、あの、まあ、最終的に飲めればいいっていうところに行くのね。で、まあ、お店屋さんとかで行ったとしても、まあ、お醤油とかお塩とかってさ、うん、手元に残ってるわけだ。醤油をちょんびちょび割り箸につけて舐めながらビールを飲むってこと。そういう、もう、温泉卵、これは普通にいけるのでは。そもそもビールと塩いけんだったらレモンサワーと温泉卵はいけるだろう。アキロゼ的にこの組み合わせはいけます。イエーイ。これでいけませんだったらちょっと暴動起こしてたよ。これはなかなか高レベルなちょっと戦いになっていますけども、はい、まずは2周目いってみましょうか。じゃあまずお酒から選んでもらって。オッケー。お酒はね、じゃあ8番、はい、やっぱ3番にしてください。 あ、チェンジで、チェンジで3番と、はい、チェンジ3番。でもお酒3番注文入ります。ワイン、ワインか、ワインか、ワインはね、なんか、ワインなんだったっけ、うん、チーズ。確かにその辺は間違いはないかな、うん、ちょっと待ってね、これはね、あ、今投資してる、投資してる。ルシアの法則でいくわ、3で。うん、それでは
ルシアの法則で選んだおつまみ3番注文入ります。これは刺身、これは、うん、ありそうだ。あ、これは難しいですね。最初にあの塩でハードル下げてしまったのがいけないかもしれないこれ、うん、赤ワイン白ワインの指定がないからな。あ、そっか、絵は赤ワインっぽいけど。そうですね、じゃあ赤ワインと仮定した上で魚の刺身にしたいと思いますね。はい、この組み合わせはいけません。あー、なんでなんで。これはですね、まあ、白ワインとお刺身だったらもうバチコリ合ってるんですけど、うんうんうん、赤ワインはね、やっぱり、まあ、お肉とか。あー、そっちか。そうなんだ、そっちなんだ。味が白ワインはこう、どっちかというとフルーティーでさっぱりしてるものが多いのね。あー、だからか、うん、それで、うんうん、そうそう、お刺身は合ってる感じなんだけど、赤ワインはもったりしててちょっとこう、うん、渋みとかえぐみがあったりするのもあるから、お肉とか強いこうものがね、うん、結構合うのかなって思ってる。すごいね、なんか大人だね。なんかさ、知らない世界を知った感じするわ今あらあら、うん、教えてあげるわよ、お姉さんが。いや、ほんと。じゃあ、ここのシシロン、はい、お願いします。うん、じゃあ、お酒1番。はい、それではお酒1番入ります。あ、日本酒か。日本酒、これこそさっきのおさ刺身じゃねって言いたいところなんだけど、うん、どうする、シシロン。そこどうしようかな。他のやつももしかしたらいけるやつがある可能性はあるじゃん。いや、でもこれね、配信的にアンパイいっちゃってもちょっと面白くないかな。おー、挑戦者だ。なので おつまみは5番。お、5番注文入ります。ミックスナッツ。これはいけんじゃないの。これはでも秋先輩のあれだからね、秋先輩のいけるかいけないかだから、うんうんうん、一般的にいけるいけないじゃないからね、うん、どうか。今もう秋先輩の肩揉んでるつもりで言ってるやつ、秋先輩のね。あ、上手だね君。上手だね。悪くないけども、これはキロゼ的にはいけません。あー、ダメか。なんでダメなの。いや、いけなくは正直ないんだけど、うん、あえていろいろ頼めるよって言われた中だったら、うんうん、頼まないかな。でもね、赤ワインとだったら、まあ、ミックスナッツもありかな。あー、そっか。あれ？ダメだったか。あ、どうする。まあ、ヒント出しちゃった。まあ、ヒント出しちゃってるけど。ねえ。まあ、でも、あの、お刺身もまあ出てますから。そうそう。まあ、次ね、まあ、3週目に行くわけですけども、はい、まあ、ここは配信者としてのね、プライドを見せるのか、ね、まあ、安牌で狙っていくのか、そこはお任せしたいと思います。じゃあ、ルシアちゃん、はい、3週目、はい、お願いします。やっぱね、ルシアは、あの、配信者なので、うん、あ、ということで、3番と5番でお願いします。あれ？はい、お酒3番ワインとおつまみ5番のナッツでお願いします。あれ、ちょっとルシアちゃん、え、あ、いいのか。まあ、もちろん的に、はい、もちろん、はい、いけまーすー。よし。まあ、しょうがない。これはもう、言ってまってるからね、さっき。そんなん嫌だったら、いちご、おい、そんなん嫌だったら、1、3選ぶぞ。大丈夫だじゃん。配信者なのに、そんなことして平気。はい。じゃあね、プシロンは、一体どんな意地を見せてくれるのか、お願いします。まあ、私はね、配信者というよりか、まあ、他にどんなお酒あるのか、やっぱりちょっと見たいので、じゃあ、お酒、8番。お、じゃあ、お酒8番注文入りまーす。泡盛？泡盛！なるほど。え、泡盛？え、泡盛ってどんなお酒？泡盛はね、沖縄の方のお酒ですね。うん、かなり度数が強くて、うん、アルコールガーンって感じのお酒です。アルコールがきついっていうことは、でもお腹にじゃあなんか入れたい系になるのかな？うん、何になるんだ？なるほどなるほど。確かに刺身いけそうだけど、うん、ちょっとね、開拓したいっていうのもやっぱある。じゃあおつまみ、おつまみ2番でお願いします。はい、おつまみ2番注文入ります。何これ、ゴーヤ。めっちゃ合いそうじゃない。え、これ沖縄、沖縄じゃないの。これ合いそうじゃん。これ合いそうじゃん。ぴったりの引き方じゃないこれ。
まさか、これすごいね。これはちょっとね、用意してくれた人まさかここでバチコリ当ててくるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。そうですそうです、ご当地ボーナス。ご当地ボーナス。これはアキロゼ的にいけまーす、うん、やったー。じゃあね、まあ 100% それで当てにして飲むかどうかって聞かれたら、うんうんうん、まあ難しくはあるんですけれども、まあ、そうなの、うんうん、でもやっぱり沖縄コンボボーナスが、まあ、ご当地ボーナスはやっぱりね発生しちゃったか。うわー、うん、でもこれは強すぎない、ちょっとこのコンボは。じゃ続いてのコーナーはこちら、私ってどう見られてる、うん、イメージでアンケート。こちらはルシア先輩のコーナーになるので、ルシア先輩紹介をお願いします、うん、はい、このコーナーではまず視聴者さんの皆さんにあるお題でアンケートを取ります。はい、その結果を見た後にお題に関連する話題でトークをしていきます。うんうんうん、トークが終わったら、うんうん、初めに取ったアンケートと同じお題でもう一度アンケートを取ります。うんうん、その結果がどう変化しているかというのをチェックしていくコーナーになります。なるほど、うん、最初のアンケート結果に不満があればアンケート結果が変わるようにトークの中でアピールする必要があるんです。なるほどね。トークで頑張っていくっていう、逆に結果に不満がないなら自分の印象が変わらないようにトークの内容に気をつけないといけません。なるほど、うん、まあ、こちらね、あの新コーナーなのでまずルシアに関するお題でやってみようと思いますよ。はい、うん、アンケートテーマはこちら、ウラハルシアはアイドルそれとも芸人です。芸人かな。いやいや、アイドルじゃんかよ。まあね、これルシア的にはめちゃくちゃ気になってるお題なので、ルシア先輩的にはどっちなんですか。アイドルじゃん。なるほど、うん、アイドルしか、まあね、みんながどう思ってるかちょっと、みんながどう思ってるかだからね。そうそうそう、まあ、まあまあね、みんなわかってるよね。そうそう、ということでね、スタッフさんアンケートお願いします。若干今ね、圧がかかったような。いや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 、そんな視聴者さんに圧なんてかけないですよ。え、みんなは自分はなんかある、なんか自分の印象みたいなさ。難しいね。でもなんか何でもやりたいと思ってたから私は、うんうん、だからなんかアイドルもやりたいし芸人もやりたい、そういう意味だった。あ、芸人もやりたいって感じなのね。なんかやれることは全部やりたいかも。おお、まあでもすごいわかるかも。アキロゼもアイドルな部分も欲しいし、まあ、アーティスティックなエンタメ感も欲しいけど、うんうん、やっぱ芸人のこともやりたいよね。いや、すごいの、みんな芸人になりたい。ルシアは別になりたくないけどね。なるほど、なってるからだからね、うん、そうだね、はい、結果なんか終わったみたいだね。見てみようか、はいはい、じゃあスタッフさん出してください、よろしくお願いします。ダダン、え、いくつ。うわ、アイドルが44。芸人が 55%。あ、もっと偏るかなと思ったんですけども。意外と接戦だな。で、そうですかね。ここからあれでしょ、今からトークして、ルシア先輩的にはアイドルがいいからアイドルに票を入れてもらうように頑張るっていう。そうだね、まあ、うん、本当にこんな結果になっちゃったから、うん、マルシア的にはまあね、不満なんですけど、お話トークでちょっとアイドル力を高めていこうと思います。そう、ちょっとトーク移りますね。このトークテーマでルシアのアイドル力をね、高めていきます。最近の配信での出来事です。はい、アキ先輩とルシアとボタンちゃんでの、うんうん、あの配信の出来事で、うん、アイドル力を高めていく。昆布？昆布って言っちゃった。昆布芸人じゃない、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 ない。え、じゃあ最近のさ、うん、なんか2人のさ、配信の出来事、うん、なんかありますか？あ、じゃあついにあの、昨日のことなんだけど、うんうん、の久しぶりね、こう、うん、歌枠をね、あのあやろうと思って。いいですわね。あ、あ、そう、いいですわね。語尾変わってる、うん、楽しそうですわ。なんじゃ、ちょっとやりにくいな。え、どうしてですの、秋先輩だと。まあ、リハビリとして久しぶりね、ちょっと喉の調子も悪かったかな、やろうと思って歌ってたんですけども、久しぶりすぎて曲がね、タイトルを発表して曲を流したら思ってた曲と違くて歌えないっていう珍事件がありました。なんて、うん、なんか可愛いお話ですことね。あ、まあ、やっぱポーしちゃうんだよね、よく。ポーなんだよね。恥ずかしいんだけど、
けど本当は。とても可愛らしいお話でしたわ。え、ウシアさんは何か。そうだね、聞きたい聞きたい。私の配信で良いのですか。うん、うん、私、最近何したかしら。あ、昨日ですわね、ASMR 配信をしたのですよ。あ、ASMR、うん、空気冷たくね、大丈夫これ。二人ともなんて顔でルシアを見てるの。なんか、かわいい、かわいいなぁと思って。あ、ほんと、ほんと平気、そういう感じで大丈夫。見てましたよ。もたちゃん、キレてるじゃんね。昨日ね、ASMR 配信したの、配信で。でね、自分で ASMR したのに途中からめっちゃ眠くなっちゃった。あー、かわいい。そうだね、かわいい。やばいだもんね。いや、ちょっと、やめ、なんか恥ずかしいな。でも、ちょっと待って待って。でも、そこで恥ずかしいってなるんだったら、やっぱりあれなんだよ、芸人なんだよ。こっち来いよ。確かに。こっち来いよ。やだいや、あ、ごめんごめん。すぐの日やったんだよ、この間。あ、つらぎね。はいはい、ほらぎね。そう、やったんだけど、怖すぎて、泣いちゃった。どんな風に？え、また聞くのよ、芸人なんだよな。ねえ、今の SM とかね、ちょっと恥ずかしくなかったんじゃないですか、喋っといても。ねえ、もう泣き方がもう芸人の泣き方なんだよな。いや、チョイスは、チョイス間違えた。そう、って泣いちゃった。本当に全然ちょっと違くない？なんかバーとか言ってなかった時。大音強すぎてちょっと消えてたもんね。え、確かに、ね、ノイズキャンセルされてたよ、私。他にもうちょっとなんか他にカマチするようなエピソードは、他にスマブラとかしたんだけど、なんかボコボコにされて泣いちゃった。どんな風に？天丼芸やめてもらえるんですか？もうアンケート言っていいんじゃない？あ、じゃあアンケートよろしく。今結果がね、もう決まってる感じがしたのでね。そう、みんな頼んだよ。結果はあれですよ、多分。よし、あっちだと思うんで。アイドルか。よし、じゃあスタッフさんよろしく。わ、今の聞いたらもうあるし、アイドルだってなるぞ。あ、手が吸いとった。かわいいっつって。あ、手が吸いとったな。キャー、ふざけんだよ。なんで増えてんだよ。なんだよ、しかも自分でルシア24%なんか自分が入ってんだけど、こんなか。あ、操作表も入ってたけども、覆らないほど芸人としてね、やっぱりみんな認識されてるという。あー、ね、これも芸人ですね。ないよ、じゃあ歌うもしないからね。20%ぐらい増えてない。ほんとだよ、20%増えちゃってるよ。増えちゃったよ。え、でもルシアちゃん、正直、今の展開ちょっと美味しいと思ってるんじゃないですか。あ、思ってそう。回答しづらいから、なんで聞いてるの、そういうこと。いやいや、ルシアはね、やっぱね、固くなに自分のことアイドルだと思ってるから。あー、やっぱその姿勢が面白いに繋がるんですね。繋がるんだよ。結果的には私が消えるのか。私のこと、モダンちゃん忘れないで。あー、みんな忘れないで。いや、なんか聞こえる、ホラー現象起きてる、ホラー現象。ほら、ルシア、メンヘラじゃん。認めちゃったね。そうそう、めちゃくちゃメンヘラ。それ、そうだねって言ってよかったやつ。メンヘラじゃんの時にさ、そうだねって。いいの、そうだねって、そうだねって。ちょっとね、ガチのメンヘラに向かってメンヘラじゃんっていうのはちょっと違う。どうなんだろうなと思って。